こんにちは。今日は5月29日水曜日です。今回はですね、ツツジをメインに撮影して皆さんに配信します。昨日はすごい雨でした。まるで台風のようなですね、雨になりまして、一時ですね、158号線も、サウンドから先は通行止めになりました。ご覧のように綺麗に今見頃になっております。今日は結構暖かですね。ちょっと動くと暑いです。観光センターの駐車場に来ました。今日は幾分ちょっと車の台数多いんですが、多分ですね、シャトルバス、ハレババスのですね、大設計までの、延長ですね、区間延長の、今日は、施行ということで試運転をされていると思います。観光センター周辺のですね、ツツジの様子です。ここは自然保護センターのツツジですね。前回と、比べてやはりですね、だいぶ開花が進んでおります。今日はちょっと風が強いですね。ここからですね、一ノ瀬園地方面までのツツジを撮影します。だいぶ開花してきましたね。今、乗鞍橋を渡ったところですが、ここのツツジもですね、見頃になりました。綺麗ですね。カッコが鳴いてますね。カッコです。この辺りもだいぶツツジが咲いてきました。綺麗ですね。だいぶツツジが咲き乱れるようになりました。レンゲツツジ園はまだだと思いますが、道中はですね、一ノ瀬園地まで向かう道はこのように土がきれいに咲いているのが見られます。ここもきれいですね。
ちょうどサイクリング道路沿いのですね、ツツジが綺麗になってます。ちょうど一ノ瀬町の入り口付近です。ここのツツジも咲いてきました。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。